谷が好きや。将来やめろや。あ、お前今俺はめよう思たよ。は？俺さっき自分より背高い女に振られた話したからからかおうとしたな。いやいや、そういうことやなくて。嘘つけ。あぶねえ。お前が危険な女や。いやーこれは完全に冗談としか思っていませんね。この大谷さんはですね、とっても鈍感な動物なんです。しかも最悪なことにですね、彼女を全く女性として見てないってことなんですね。